はい、皆さんこんにちは。ですね、今日はですね、これから合格者インタビューということでですね、2020年の秋入試の一橋の経営管理研究科の経分析プログラムですね、全日制の方ですね、合格しました、宇野さんに来ていただきまして、受験準備どんなことをしたとか、どんな点がこう合否のポイントだったかみたいなことを、お話ししていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、じゃあ宇野さんの自己紹介ですね、はい、ここからお願いします、はい、簡単にどうぞ。僕は今横浜国立大学の4年生で、新卒で MBA を受けました、宇野です。よろしくお願いします。大丈夫ですか、はい、じゃあもうちょっと、はい、じゃあ横浜国立で、はい、あここにじゃあ横浜国立で大学生なのに、はい、宇野さんはなんで MBA を目指すの、はい、普通まあ社会人になってから行けばいいじゃんっていうふうに言われるじゃん、うんうん、面接で、はい、なぜかそれを話してそもそも僕高校生の時に、自分が将来その社会にインパクトを与えるような事業だったりとか、企業だったりとかをしたいと思っていて、高校に、ね、あ高校生で、はい、で思ったんだ。はい、なるほど。高校生で学校が主催するバザー の, その総合責任者をやらせていただいて、その経験で思いました。で、就活を最初していて、高校3あ違う、大学3年生の夏に就活をしていて、でやはりその社会にインパクトを与えるような事業とかをやりたいと思っていたので、コンサルタントとかを中心にインターンに行ったりしていたんですね。でもその中であれなんか予想よりちょっとしょぼいというと言い方があれですけど、あんまり成長環境に自分を置けなさそうだぞと思って。コンサルって何、外資のコンサルって言ったの？外資も受けました。あ、そう、それでそう思ったんだ。はい、なんかその人事の方とお話しさせていただいた時とかも、あみたいな風にあんまりその悪くは言えないんですけど思って、でじゃあどうするかって考えた時に、やはり自分でその経営の勉強をするしかないと思って、もちろんそれは社会人になって会社に行きながらでもできるんですけど、僕はその一流の教授のもとでその一流の内容を学べる MBA に行った方が、そのここ5年とかで考えたら効率が悪いかもしれないんですけど、10年20年の単位で考えたらそっちの方が効率がいいだろうと思って MBA を受験することにしました。なるほど。はい、もうじゃあ就職っていう道は全然考えずに MBA だけ、はい、はい、で彼にもし落ちたらどうしようと思って。あ、そうなんですよね。落ちたらどうしようと思いながら受験してました。でももう受かる前提で何もこうリスクヘッドしてなかったんだ。はい、してなかったですね。皆さんそうらしいですよ。そうなんだね。わ、はい、かりました。そういう気持ちがあった、まあ、そんな志の高い宇野さんはなんでアガルートを選んだんですか。いっぱいあるじゃないですか。そうですね、はいはい、4月に予備校を選ぼうと思っていろいろ調べたところ、その河合塾さんかアガルートさんがかなり良さそうだなと。そのまだその MBA に関して僕は素人で何も分かってなかったですけど、そのとりあえずかなり業界大手らしいし、提供してるサービスの質もいいらしいってなって、2つ目、いいらしいってどこで知ったの？どこで何を見たの？そこはもうネットの口コミとかですね、評価とかで、もうあんまり知識がないんでそれで判断するしかなくて判断して、でホームページを結構くまなく読んで、河合塾さんとアガルートさんの、そしたら、まあ、やっぱりそのサービスとかお値段とかには違いがそんなにないなっていうふうに感じたんですけど、E の講師の存在がかなり大きくて、もうなんだこの人って最初インパクト大きくて、それは商業戦略なんだ。いや本当にそうですね、完全に引っかかりました、はい、もろを釣られちゃったんですけど、そのこんななんかそのファンキーな見た目の方が講師ですって言われて、え、なんだと思って、 E の講師がその喋られている動画とかを見たり記事を読んだら、すごい理知的なことを喋られたり理性的な喋り方をされていて、そのギャップに、もうギャップ萌えと言いますか、もう、 うわこの人の下で学びたいなと思ってアガルートさんを選びました。選んだんだ、はい、完全に引っかかってるよね。かかる、でも良かったです、引っかかって。 MBA の人がこんなロックミュージシャンみたいにしてるって振れ幅で人を寄せてるんだ、はいはい、いや本当に引っかかりました。良かったです、引っかかって。でも引っかかって良かったよね、はい、本当に良、はい、かったです、合格できたんで。そう、皆さんそうらしいんで引っかかって正解ですよ、はい、で、じゃあ実際受験して、はい、宇野さんは合格したわけだけども、はい、一橋の経分析って、はい、まず筆記試験で小論文があって、はい、英語の試験があって、はい、で事前の研究計画書があって、はい、面接があるじゃん、はい、その4つの中で何が一番こう合格するには重要だと思った宇野さんは。
合格するには研究計画書が重要だと思います。そうですね、はい、実際宇野さんね、はい、最初から送ってきた時からすごいこう完成度が高いの。ありがとうございます。1回で OK 出したんだね。はい、そうですね。はい、あれは何、もう事前にもう考えてたことをパッと書いただけであれができた。そうですね、はい、やばい時間ないと思って書きました。それは高校時代からやっぱりそういうなんか会場を立ち上げたいみたいな思いがあれに集約されたってことなのかな。そうですね、結構1回読んで、はい、こっちは納得できたんだよ。なるほど、うん、まあそのそうですね、4月から僕は研究計画書を将来書くって思った時に、その生きてる中で生活してる中で触れるニュースとかの中にそのネタになるようなものはないかとかをずっと考えながら生きてて、うん、4月から、ね、はい、でその中で、あ、やっぱこれがいいなと思ったものを6月の末にわーって書き出したので、その多分ゼロから6月の末から書き出したら絶対できてないと思います。そうですね、その蓄積が、はい、そうですね、はい。じゃ逆に合格するためにさっき言った英語と小論と面接と研究計画書、そんな重要ではないなと思ったの何？ああ、英語ですかね。英語あんま重要じゃない。はい、あの簡単だったので問題がすごく問題簡単だ、はい、じゃあその辺をね聞いていきましょう。はい、受験の、お願いします。まあ、研究計画書にしろ小論にしろ、はい、ベースは経営学の基本的な知識が必要じゃないですか、うん、間違いないです。じゃあ宇野さんはどうやってその基本的な知識を習得したんですか？いや、 やっぱりそれはアガルートさんの、飯野講師のその経営学基礎講座ですね。あれ見てたんだ。あ、だから経営学部でしょ？あ、そうですね、はい。あの学部の授業より良かった？いや、分かりやすいですし、その要点音がまとめられていて入ってきや、もちろんその学部の授業であるともうちょっと専門的に掘る内容であったりとか、その他の、まあ、やってない分野とかもあるので、経営学基礎講座でを学校では勉強してましたけど、その経営学の要点に絞って分かりやすくっていう点で見るともう圧倒的に良かったですね、経営学基礎講座の方が。そうか、あれが役立った、はい、役立ちました、とても。そうか、そう、はい、何回も読み直しました。らしいですよね、はい、本当にやってる本人はそんな分からないんですよね。まあベストなものを作ろうという視点、姿勢で作っているんだけど、うんうんうん、それがそんなに人に評価されると嬉しい、ね、そうかそうからしいですので、基礎講座いいんだね。はい、良かったです、とても。じゃあやっぱりイノベを受ける方、その基本的な知識習得には基礎講座がいいよね、うん、あれはね、はい、短時間で全てをこうエッセンスを学べるよね。そうだと思います、はい、だよね、っていうことですね。ほんでじゃあさっき言った、はい、やっぱり一橋受験するのに研究計画書って一番重要だと思うんですよね、はい、私も、はい、あれで決まるぐらい、はい、でこれの対策はどうしたの？あの最初からね、はい、先行研究読んで結構、はい、素晴らしい内容を書いてあったんです。どういう対策を講じたんですか、宇野さんは？そうですね、まず全然分からなくて、研究計画書っていうのがどういうものでどのくらい その分量の詰め方のものを書けばいいか分からなかったので、そのアガルートさんが、提示されたというか、その過去の合格例を読んで、あ、このレベルのものを書けばいいんだと思って、ここを目標にしようと考えた時に、そのやっぱり自分がテーマにする、分野の知識を相当つけないといけないなと思ったので、サイニーっていうサイトで、サイニーで検索したの、はい、サイニーで検索して、海外であったり日本の論文を読んで、あ、なるほどなるほど、今の研究の最新の最先端はこんな感じになってるのねっていう理解をしてから、まあ、それでも僕の持ってる疑問点であったりとか、多分この研究をすれば社会に役立つっていう、何でしょう、テーマは変わらなかったので、論文を読んで、それに対して、そうですね、知識をつけた知識で、書きました。自分なりの、はい、そうです、視点で書いたってことですね。そうです、そうです、はい、それがベスト、それが一番本当にやり方としてベストな方法ですよね、宇野さんが取ったやり方がね、はい、まあ、だから受かると思うんですよね。だから一つ橋受ける方はね、宇野さんのようにサインになり、国会図書館なりに行くのがいいのかね。はい、そうです、ね、そうだと思います。研究計画書はね、そうしてください、一つ橋の方は。で、小論はどうやったの、対策は、皆さんは。小論文は僕は多分結構元からできる立ちであったので。学部も経営学部だもんね。そうですね。普段からレポート書いてるんだもんね。そうですね。まあ、中学生、高校生の時とかから国語力、読解力はかなりあったと思うので、元からできて、で、そのもらった教材、アガルトさんのもらった教材に、その、過去問とかが載っていたので、一回自分でそれを解いてみて答えと照らし合わせて、あ、やっぱできてるなと思って、だからそこからあまりやらなかったですね、はい。実際何が出たの、今年は。ですね、変なのが出たんですよね。あの
アメリカのお札にお札の合計量が減ってる理由っていう論文が出て、うん、海外に流出していたり、その自分で現金として貯めてる人が多いみたいな、でそれがどのくらいの割合でどこに行ってるのかが分からないから、調べるためにあのお札の中にあの特殊な繊維を入れてそれを発行してますみたいな論文が出て、その論文に関する内容を記述せよって感じでした。うん、何経営学的な知識とか必要だったの？いや、切り口とか、それが多分読んだ論文の中に全部答えが書いてあって、それをなんか、うん、結構情報がごちゃごちゃ書いてあったので、ちゃんと全部読み取って自分で整理してアウトプットできますかっていう趣旨だと僕は捉えました。うん、まあ論理的な構築ができるかどうか。そうですね、はい、そういう問題かと。分かりました。で、あと筆記試験は、はい、で大体何割ぐらい取れたと思う？英語は100点満点で、あの小論は、小論は最低70は取れたと思います。70、はい、なんで英語の、英語は対策はどうですか？英語、まあここスライドないんで、英語はですね、TOEIC の単語を、単語帳を買って単語を勉強して、あと高校生の時使っていた、文法の教科書みたいなのがあるんですけど、それを読んだ後に、E の講師から、E の講師に一回英語どうすればいいですかって質問したら、ハーバードビジネスレビューを読んだ方がいいよっていうふうな答えが返ってきたので、ハーバードビジネスレビューを読んでました、ずっと。その後は TOEIC は何点ぐらい？受けたことないんですよね。英検は準1級なんですけど、TOEIC はないです。はい、英語は何点ぐらいできた感じ？英語は正直別に100点でもおかしくないなっていう出来でした。あ、まあ、簡単なんだね。はい、そうですね。そう、一つ星が英語は簡単なんですよ。はい、ね、問題がね、はい、簡単でした。だから大体英語は100点に近くて、小学が70点ぐらい、はいはい、で研究計画書も結構できてる、はい、まあ、それで受かったんだと思う。で最後ですね、面接対策はじゃあどんな感じでやったんですか？面接はその事前に聞いていたのが、まあその受かる人はもうほぼ受かるっていうふうに聞いていたので、はい、かなりその良くないんですけど舐めていて、前日から対策を始めて、前日に E の講師に模擬面接をお願いして、あのいやこういうこと考えた方がいいよとか、テキストのあそこに載ってたこと、質問用意した方がいいよ、答え用意した方がいいよって言われて、それを用意していきました。実際面接どうだった？いや、もうボコボコにされて、あの全然聞いてた話と違うやんと思いながら受けてて、大学で行っている最新の僕の研究について答えてくださいっていうふうに言われて、それが答えられなくて。それで受かってるんだよね。はい、受かりました。はい、で、ね、他に何かひどいこととか言われた？あ、言われました。あの、何言われた？社会人、あなたは社会人じゃなくて新卒ですよねってまず前提が言われて、社会人は、実務で経験を積んでいますと。でもあなたには実務経験がありません。で、MBA があなたを取るメリットは、実務経験がないんだから大学で最新の研究をやってることです。でもその最新の研究があなたにはありません、つまりあなたは MBA にいりませんっていうことを言われて、そんなん落ちたやんと思いながら変わりました。そうだよね。それで受かるんだよね。受かりました。はい、本当にこれ、一橋とかは本当にそうで、面接前にほぼ決まっているので、はい、そう、面接で言われてもほとんどが受かってるんだよね。はい、受かりました。ね、びっくりしました。それだからね、はい、模擬面接の時に話してね、自分らしくいけば。あ、はい、それはもちろん。だからそういうのは知っておいてください。はい、なんか面接でボコボコにされたから、あ、ちょっとなぜこれが原因で落ちたって思わなくていいんですよね。うん、オリジナリティとか自分らしさっていうのは本当に重要で。いや、本当にそうだと思いました。それがあるから受かるんだよね。あ、ありがとうございます。逆にそれがない人は、ちょっと厳しい可能性もあるっていうか。うん、じゃあ勉強のスケジュールとか方法とかってどんな感じでやったっすか？勉強法、勉強法、まあ大事なのは学習計画だと思います。あの英語はこのレベルに、僕は英語は TOEIC 800点以上を目標にしたんですけど、英語は800点以上を目標にしよう、まあ、経営学の基礎知識はあのテキスト全部覚えればいいやみたいに、最初にどこまでが到達ラインとするかを決めて、目標を決めて、はい、それをいつまでに到達するかを決めて、でその今の自分の実力から逆算して計画を立てて、それをもう忠実にこなすっていうことだけですね。それは多分個人個人によってレベルとか目標地点は違うと思うので、僕のそのスケジュールは当てはまらないと思うんですけど、うん、その根本的なやり方はみんな同じだと思います。まあ、個々によって変わってくるんですね。そうですね。長い人もいればもっと短い人もいる、はい、そうだと思います。じゃあ勉強方法は何か、特に研究計画者こういう方法とか、将来こういう方法とかで何か伝えたいことはある？いや、かなり普通の、もう英語でしたら単語帳を読む、文法を読むとかしかやってないので、
小論は何もしてないの？知識はインプットしたんですけど、その書く練習はしてないんですよ、ほとんど。で研究計画書も先行研究読んでダーッと書いた感じ、はい、そうですね。でももちろん研究計画書に関してはなんか常日頃ぼーっと自分の中で心のどっかに引っ掛けておいて、なんかあこここうしたがいいなとか、あこういう疑問も浮かぶなみたいな、こういう反論がありえるかなとかを考えてました、ずっとぼーっと。まだそういうの重要ですよね、 MBA 受ける方はね、常日頃からこう考えていって、その蓄積がね結果につながると。じゃあなんか受験4月から受けたの？小野さんはいつから？そうですね、4月から受講を始めました。でね、9月までの試験まで受けて、はい、困った点とかスランプとかなんかあったっすか？ありました。ですね、僕一つ橋の MBA しか受けてなくて、しかも就職活動もしてなかったので、一つ橋 MBA 落ちたら何も考えてなかったんですよ、その後のこと。たまにいや俺落ちたらどうなるんだろうとか、なんか今からでもちょっと就活も同時並行でやった方がいいんじゃないかみたいな不安がすごいよぎることがあったんですけど、うん、でそういう時が困った点とかスランプでしたね、うん、もううわどうしようってなる時があったんですけど、それはもう受かるしかないと考えて、はい、もうそういう時はもういや勉強しようと思っていいの講師の動画を見て、あ落ち着くなと思ってそれで心落ち着けてました。わかりました。直前期の過ごし方でなんか直前期に注意したことはありますか？はい、注意したこと、やっぱりその今、コロナ禍でかなり危険だっていうふうに言われているので、外に出歩かないようにはしたんですけど、勉強の面ではあまりリズムを壊さないように、その特に詰め込んだりとかはしなかったですね。まあそんな知識がね、大事な試験でもないので、はい、分かりました。試験当日、まあ一次試験の当日、二次試験の当日があるけど、なんかこう注意してた方がいい点とかありますか？一次試験は朝早いので僕眠かったんですよ。だから何時？朝の10時スタートとかで、もう朝の6時とかに起きたので、その目薬を皆さん持っていった方がいいと思います。心構えはあれですね、僕すごく緊張するたちなんですよ、小さい頃から。だから MBA の試験の当日 もうめちゃくちゃ緊張して、もううわもうどうしようどうしようみたいになってたんですけど、でも基本的にその何事に関しても当日の心構えって僕はあまりいらないと思っていて、事前の準備をしていれば別に当日何でしょう 80% の力しか出せないとしても受かると思うんですよ。あ、そうですね。だから、まあ、僕はいつも緊張してなんとかうまくいってるので、今回も緊張してるなと思いながら受けました。いやその通りですね。事前にねちゃんとやっとけばね、はい、80% の力しか出せなくても受かる、はい、受かると思います。はい、その通りだ。だから多分めちゃくちゃ緊張してました。面接の時も緊張してた。あ、緊張してましたね。それあなたは必要ないって言われて、それ言われた時はどうだ、落ち込んだの？それは。いや、あ、だってこういう状況でいろいろ言われた時、 あなたは必要、はい、来なくていいですって言われたわけでしょ、はい、どんな感じだったの？と思ってそんなこと言うんだと思って、でも結構真っ白になった感じですね。はい、別に反論できるようなことでもなかったので。まあね、そう言われちゃったらね、はいはい、そうですかと思って。なるほど。まあ、MBA の方そういうこと本当に普通に言われますのでね。はい、言われました。それはあまり気にしなくていいと思います。ほんでじゃあ最後の方、合格の決め手は何だったと思いますか？一橋の MBA 前日で言うと一次試験の成績は決め手だったと思います。その面接は良くなかったので、まあそうか、はい、来なくていいって言われたから、ね、そうですね、はい。一次試験は特に何が良かったと思うじゃん。まあ、英語は多分みんなできるので簡単だからね、はい、小論の出来ですよね。だから、まあ、今回はそんなに小論的経営知識は必要な問題ではなかったですけど、過去問とか見るとかなり必要なものもあるので、まあ、そうですね、知識をできるだけ多く正確にインプットすることが大事だったんじゃないか。あとは研究計画書だよね、一次。ああ、それは間違いないです、はい。こうやっとけばいいかなと思います。一つ橋受ける方は本当一時で決まってる感がありますので、うんうん、書類をちゃんと書くっていうのが重要だよね。はい、本当にそう思います。ほんで、まあ、英語は本当に簡単なので、例えばトイック700点ぐらいでももうかなり取れる。あ、そう思います、ね、はい、問題だよね、はい、8割ぐらいはね。そうです、はい、だから本当に差がつかないんですよね、一つ橋の英語は。なんでその他の筆記試験の小論文 と研究計画書でどれだけこう差をつけるかっていうのが重要だよね。はい、うん、
そう思います。それを皆さんは知っておいてください。じゃあ最後に宇野さんから、これから受験生のメッセージ、一橋のその経分析全日制目指す方、はい、と同時にあと大学生で目指す方もいるので、なるほど、はい、のメッセージを2種類。そうですね、一橋の全日制を目指す方はやっぱり早めの準備が大事だと思います。僕は研究計画書を、まあ、4月からぼーっと考えてはいた、内容を考えてはいたんですが、書き始めるのがかなり遅くなってしまって、井の講師とのやり取りがちょっと十分にできなかったなと思ってるので、最低でも願書の締め切りの1ヶ月半前とかからは書き始めた方がいいと思います。で、受験生に対して、大学生に対して、大学生ね、はい、大学生は、そうですね、社会人に対して多分合格に対する、範ではあると思う、大学生の方はあると思うんですけど、真面目にしっかりやれば受かるので、僕は受からないかもなみたいな不安を抱えずに、努力してください。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。そんな感じですね。以上をですね、一応合格者インタビューということで、皆さんのですね、これが特に大学生でその全日制を目指そうっていう方は結構いると思うんですよね。彼みたいにコンサルティングファームを目指そうっていう方とかは、そういう方にとって非常に参考になる内容になったかなと思いますので、これを参考に準備をしていただければと思います。宇野さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。